人の子供の顔には大人に養育的な行動を誘発させる独特な特徴がある。このような身体的特徴は人に限らず他の動物の様体においても同様であることが珍しくない。可愛さとはある事物に対して可愛いと感じる鍵刺激、因子、性質、概念、美学。類語として可愛げ、可愛らしさ、愛おしさ、愛苦しさなどがある。 年齢別の人の頭部、成長に伴い上顎と下顎のサイズが著しく変化している。ベビースキーマの典型とされる、キューピー人形ベビースキーマは、生身の幼児だけでなく、サンリオのハローキティをはじめ、胴体に比べて頭部が異常に大きいチビキャラや、ぬいぐるみなど天然には存在しない、人工物にも感じ取れる。 アニメ調の可愛らしい絵柄で性的に表現された萌え系の美少女キャラクター動物行動学者のコンラート・ローレンツは1943年に可能な経験の性特的形態という論文を発表した。ここで提唱されたベビースキーマという概念は科学的理論体系に基づき幼児の可愛さを論理的に考察したもので可愛い研究の出発点となった。 これは、幼い動物の身体的特徴を、可愛いと感じるのは本能であるという、動物行動学の発想に基づいた概念であり、乳幼児が自分自身を可愛く見せることで保護者の養育反応を喚起させる身体的特徴を指している。また、ベビースキーマは、本来の生物学的な領域以外に、デザインや産業の分野でも絶大な効果があり、 特に有名な例が日本の漫画やアニメなどのポップカルチャーである。例えばキャラクターの無垢さ、従順さ、幼さを演出、強調するために、しばしば体に比して大きな頭と小さな鼻、顔の中央よりやや下に位置する大きな目、突き出た額、短くて太い獅子、柔らかい体表面、丸みを持つ、公共、全体に丸みのある体型。 ぎっこちない動きなど、ベビースキーマの特徴が多用される。このような調整上刺激を呼び起こすキャラクターデザインは、サブカルチャーにとどまらず、ゆるキャラや萌えキャラなど、日本社会のあらゆる分野に広がっている美的感覚であり、総じて、かわいい、萌え、尊いなどの日本語で形容、表現されている。なお、男性文化において、可愛さを主軸とする萌えの元祖的作品は、 1980年代前半のコミックマーケットで顕著に現れた。これは、東秀夫らによる日本初の男性向け路道人誌、シベールや宮崎駿監督作品、ルパン三世以下アリオストロの城を短所とするロリコンブームの中でオタクの登場とも相まって現れた文化現象である。そしてこの現在にも連綿と受け継がれている萌え文化のルーツこそ、 当時の三流劇画ブームに対するフラジャリティの復権として起こった一種のオルタナティブな表現運動、カウンターカルチャーであったと言える。可愛さを構成する要素。図からもわかるように、可愛さを醸し出す要素には、相矛盾する要素が含まれており、可愛いものは我々との共感やコミュニケーションに失敗していることが多い。巫女小族のウィキペタン。 オタク文化における巫女少女は、超族的な可愛さを表現するイメージの一つである。可愛さとグロデスクが共存する、肝可愛いのイメージ、可愛さを感じさせ、大人の非語を喚起するものは、マチズモとは、対極的な存在であると言える。美術評論家の松井緑は、可愛いという感情の発露について、無作法で非生産的な行動を。 すなわち合理性と能率を胸とする、大人社会の規範から逸脱した行動に対して、相手が弱く未熟なために許し、保護してあげるという慈しみの視点から発せられると推察している。このような可愛さを喚起させる特徴としては、親しみやすくて身近なもの以外にフラジャイルなものも多い。例えば、壊れやすい、頼りない、小さい、幼い、か弱い、遅い、 軽い、緩んだ、繊細、臆病、未成熟、不完全、歪んだ、病んだ、儚いといった世の中から逸脱して、社会との調和を喪失したネガティブなものも、可愛いの範疇に含まれる。宮本賢治は、可愛いという不完全で未熟なものに惹かれる、日本特有の美意識が、世界中で注目されるようになった理由を、一言で言えば、 それは20世紀社会の経済的発展に対するアンチテーゼと言えるだろう。かわいいは成長や成熟を否定する美意識であるとモラトリアムの文脈でまとめている。ちなみに、かわいいという日本語は目上のものが目下のものへ不憫だ、哀れだ、気の毒だなど憐憫、慈悲、イブの感情を抱く様に由来している。この意味を受け継いだ派生語にかわいそうがある。 大塚英治は、可愛い,いと、かわいそうが、表裏一体であるとして、次のように論じている。それにしてもなぜ、可愛い,いと、かわいそうが同義なのだろう。本書の中で僕は、可愛い,いものに囲まれた勉強部屋や少女雑貨の店が、外界から遮断された自閉的空間であることを、繰り返し指摘してきた。つまり、可愛い,いというのは、少女たちを現実あるいは外の世界から保護する、 バリアーの役目なのである。かわいい私は、かわいい空間でしか生きることができない。つまり、私とは、痛々しくて見るに耐えない存在である。かわいいが、少女の自己像を表現する、キーワードである以上、そこに、かわいそうが一体化することは、むしろ当然のことだったのである。かわいい、小宇宙の住人である。私は、とても、かわいそうである。 それが、ボノボの世界であり、メディアが切り取って見せた、昭和天皇の本当の意味だったのだと言える。大塚英治、少女民族学、世紀末の神話を紡ぐ、巫女の末裔公文社ピアニッシも、246から247より、抜粋1989年ここで、大塚は、昭和天皇が病に伏した時、お見舞いの貴重に、 制服姿の少女たちが列を作ったという一見して非常にキーな現象を例に取り上げた。曰く少女たちが老人の中に無垢にしてか弱いという自分たちと重なり合う同室のイメージを見出していたのではないかという推測である。また大塚は昭和天皇に近い類例としてかわいそうなシマリス君の人気を同列に挙げている。 北海道教育大学教育学部准教授の宮崎匠は、可愛さを喚起する因子を次の4つに分類している。宮崎によると、可愛さを喚起する因子は、男女ともに同じ傾向があり、同分類は男女を区別せずに統一して適用できるものと考えられている。相手を未熟なものとして愛顔物的に可愛がり、保護する行動についてイーフふうア案は、著書。 愛と支配の博物詞、ペットの応急、既計の庭園で、相手の自分への依存を強調することによって、他者を意のままにしたいという、支配の欲望に直結するものであると指摘している。これに関して、明星大学教育学部教授の西村美香は、支配欲、ご都合主義的政治的用語、商業的旨味の三つが要素が、現在的な、可愛いという言葉に含まれていると指摘し、 可愛いという言葉が持つ支配、非支配の関係に関して次のように述べている。例えば、不憫なゆえに可愛いとか、気持ち悪くて、皆に相手にされなくて可愛いとか、いわば上から目線の支配的な心情がそこに見え隠れする。それは対象物をまるで所有物のように自分の配下に置き、上から見下すかのような感情ですらある。そして、 可愛いはそれを言われた者は、そこに上から目線や見下した感情を読み取りながらも、可愛いが本質的には褒め言葉であるため、言われて居心地の悪さを感じることはあっても侮辱していると怒るほどのものではないと言われるままに引き下がる。苦々しく思いながらも引き下がらず追えないのである。この状況は白黒をはっきりつけたがらない、時には奥ゆかしくそして回りくどい。 人間関係を円滑に進めようとする日本人の心情にぴったりなまさに日本的思考である。かわいいと言っていればとりあえずその場はなんとかなる。かわいいを持ち出すことでその場を和ませ、かわいいと言われることで小先弱者に自分を位置づけ危機を回避することができるのである。西村美香、かわいい論子論明星大学人文学部。 明星大学研究企業人文学部51号、ピアニッシも134から135、2015年、また西村は、可愛いを乱用し、事故にも、可愛いを適合させる、すでに幼くも小さくもない大人の女性について、誰かの庇護のもとに入り、その誰かに依存して、したたかに生きてゆく戦略と指摘しており、逆に、成熟しきっておいて、醜く,くなった女性が、 周囲から邪険にされず、老後の面倒を見てもらうには、可愛いおばあちゃんとなって、少しでも好かれるぐらいしか、生存戦略はないのかもしれないと推察している。なお、大阪大学大学院人間科学研究科教授の日戸野博ヒは、土井武雄著、甘えの構造を引き合いに、甘えと、可愛いという、日本人に、顕著な二つの感情の類似性を指摘している。例えば、 ベビースキーマが仮定する考え方は、あくまで非保護者の可愛さは、保護者の鍵刺激イコール単なる手がかりに過ぎないという一、方向的な関係に終始しているが、ここに他者の愛情を得ようとする甘えの視点を非保護者側に取り入れることで、可愛さの発信側と需要側の関係性は、双方向的なものとして解釈できるとしている。国内外で流通している可愛い学は、 日本独自の可愛いという包括的概念や文化的諸層を人文、社会科学的アプローチで考察した定性的研究が中心となっている。そのため実験心理学、神経科学、神経美学、感性工学的なアプローチから純粋に可愛さに関連する論文や文献資料を少量される際は日本の特殊性を強調した。 ポップカルチャー論と混合されないよう注意されたい。コンラート・ローレンツのベビースキーマに着目した日本の研究者としては、前田実氏、ニットのひろし、大倉のリコラがいる。ありがとうございます。